ズボラなくらいがちょうどいい藤田ユーミンの時短家事教室。イエーイ。小野さんにもね、はい、お付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。ユーミンさん、今日はどんなテーマなんでしょうか？うん、はい、私ね、朝起きるのがとっても苦手なんですよ、はい、なので朝の家事をいかに減らすかっていうところを、うん、重点的にやっているんですけれども、はい、皆さん朝ごはんはパン派ご飯派どっちですか？小野さん。私はご飯ですね。ご飯派、はい、うちはですね、うん、娘がご飯で息子がパンなので交互ですね。今日はパンでした。困りますよね。困ります。そういう好みによって分けなきゃいけないっていうのもあると思うんですけど、はい、まあ、ご飯の日はお味噌汁欲しいですよね。はい、ね、おにぎりとお味噌汁あればね、なんかお味噌汁って野菜も取れますし、うん、いいですよね。え、もしかして作ってますか朝？そうですね、前日の夜ご飯のお味噌汁がもう完売しちゃった時にはもう作って寝るのはできない、もうしんどくてできないので、朝もう大急ぎで玉ねぎ切って、もう強火で沸騰させて、出汁から取って、出汁はもう顆粒出汁を投げ入れて十分十分本当ね、10分ぐらいで作ります。まあ、いくら頑張っても多分10分はかかっちゃいますよ ね、 すね、はい、小野さんは朝どうしてますか？私は前の日に多めに作っておいて、あ、はい、あと冷蔵庫に、はい、保存して朝は温めるだけっていう形にしています。うん、そう、冷蔵庫に余裕があれば冷やして取っておくっていうこともできるわけですよ ね、 すね、はい、じゃあ今日私がご紹介するのはこちらです。時短味噌汁の作り方、忙しい朝にもぴったりです。はい、最初にズバリ申し上げますが、私はもう味噌汁は基本的に鍋では作っておりません。え鍋ないとできないじゃないですか？もうね、鍋で作るっていうのをやめたんですよ。大量に作って余っちゃうことはありません？はい、ありますね。それで食べてよ食べてよって家族に言ってももういいって言われてで結局ママがタップタップなるまで平らげたりとか、あとうちの夫は晩酌をするので、はい、晩酌すると味噌汁いいやって言われて、作ったのにっていう時もあるんですよ。で、そういうイライラを減らすためにもう鍋で作らないことにしました。はい、はい、じゃあどうやって作っているのか動画もねありますのでご覧ください。まず下ごしらえですね。ボウルで味噌とか出汁とか全部混ぜて味噌ボウルっていうのをね、はい、やってる方もいると思うんですが、うんうん、私ラップで丸めたりとかももうめんどくさいのでもう味噌のパックそのまま、うん、まあ味噌の量が半分以下に減ったらもうそのパックをそのまま使って、はい、時短味噌汁の素を作っております。あ、もうここに直接だし、顆粒だし入れちゃうんだ。そうなんですよ。カツオの粉末、はい、それからごま、あとこれはわかめですね。乾燥わかめ、うん、ちょっと小さく砕いて、はい、子供たちにも食べやすいようにしています。うん、食材はお好みのもので結構ですが、乾燥しているもの、日持ちのするものがいいですね。うんうんうん、最近はスーパーなどでも乾燥野菜結構 ね、 そうですね、並んでますよ ね、 すね、うん、ほうれん草って子供たちはそのままではなかなか食べてくれないですよね。食べてくれないんですが、こうして混ぜておくとバレずに、確かにわかめかわかんないどっちか、食べてくれるんです。うん、ちょっと周りこぼしちゃってますがご愛嬌ということでこれは海苔、海苔も入れるんです ね、 ですね。青さとかもこう砕いて入れておくと、柔らかいタイプのお味噌がおすすめで、柔らかいタイプのお味噌、水分も多めなのでわかめとか乾燥野菜もしっとり半分ぐらい戻ってる状態になりますね。で、これがですね、分かるかな、切り干し大根なんですけど、こちらはちょっとハサミでカットして入れています。切り干し大根と人参も入れちゃうんですか？うん、水戻し不要ってなってるもの結構あるので、そういうものを常備して使っています。すごい具沢山ですね。はい、食材のミネラルをたっぷり取れるのがこの方法なんですね。
私ミネラルアドバイザーという資格も持っているんですが、うん、ミネラルをどうたっぷり体に入れるかってそのまま取るが一番なんですよ、うんうん、なのでもう食材そのままこういった海藻とか、うん、ごまとか野菜ですね、こういったものをそのまま体に入れるっていうのがおすすめです。お、手で混ぜるんですね。どうでしょう、これならあゆみさんも、うん、作るの楽しそうですね、子どもたちと一緒に、はい、あ、そうなんですよ、何入れるみたいなね、相談しながら、うん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 、お、楽しそう。こんな感じで混ぜて作っております。で、冷蔵庫に保存になりますけれども、はい、うんうん、まあ、2週間ぐらいでなくなっちゃうかな、うちは毎朝食べているので。これ食べるときはどうするんですか？あ、食べるときはですね、もうお椀に味噌を、味噌汁の素を入れて お湯で溶くだけ。なるほど、だからお鍋がいらない、うん、もうそれぞれのお椀でお湯を注いで。そうです、そうです、そういう感じで作っています。何かあのお好みの具材とかってありますか、味噌汁で？そうですね、あの、うん、海藻が好きなのでやっぱりわかめとかが多いですね。あゆみさんは？私は玉ねぎが好きなので、うん、いつも作るときは玉ねぎ。あ、それで玉ねぎ頑張って刻んでたんですね。あ、そうそう、これ玉ねぎだったんです。人によりますよね。だいたい玉ねぎとわかめ、もう朝なんでその2つしか入れられなかったんですけど、うん、事前に作っておくと普段なかなか食べられない、うん、そのほうれん草とか、はい、切り干し大根とかも一緒にもお味噌汁として食べられるので。そうですね、いいですね、うん、じゃあちょっと朝の様子として、はい、私がね実際お椀で味噌汁を作っている動画もありますのでご覧ください。はい、あのお好みの量になります。たくさん出汁とか具材混ぜてると、はい、たっぷりとっても OK なんですよね、うん、最初はちょっとあの加減が難しいと思うんですが、うんうん、だんだん慣れてきます、はい、実際は私朝はもう箸でピッと取ってやっちゃってますし、はい、最近はもう、あ、うち小学4年生の娘もいるんですけど、娘が自分でもう作ってくれていますね。確かに小学生とかだとあのもう、ね、家族全員分ちょっとこう溶かしといてみたいなことお願いできそうですね、うんうん、もう自分がやれることが増えて嬉しいっていうふうにも言ってくれたので、うん、あ、これはお豆腐ですけど もうそのまま、これもダイレクトに包丁も使わず、いかに洗い物を出さないか。そうですよね、鍋だけじゃなくて包丁、うん、まな板も使ってないですよね、はい、そうです、そうです、最高じゃないですか。で、こういったあの刻んだネギとか、まだ入る、うん、冷凍ネギとかがあれば入れてもいいですし、とろろも、あ、私とろろ昆布を味噌汁に入れるのが大好きなんですよ、関西の方あんまり入れませんかね。入れない、うどんかそばでしか入れないですね。え、うどんかそばに逆にあまり、どうですか？そうですね、あんまり入れないですね、うん、私も味噌汁派です。味噌汁派、はい、ほら秋田ならではなのかしら。あの本当にお好みのね具材を入れて、うん、朝からミネラルたっぷりとって、うん、麹もたっぷりとっていただければと思います。じゃあ材料ちょっとねおさらいしましょうか、はい、味噌などはねあのお好みのものでいいんですけれども、うん、ミネラルアドバイザーとしてはですね、はい、生味噌というもの、うんうん、あの麹が生きている加熱処理がされていない、こう空気口がついたお味噌がおすすめです。生きてる証なんですね。何も気にせず選んでたんで、うん、ちょっと探してみます。ポチッとこう空気口がついてるので分かると思います、はい、生タイプのお味噌にお好みの粉末のだし、うん、それから海藻ですとかごまですとか乾燥野菜、うん、こういったものを混ぜて作ってみてください、うん、材料はね好きなものをね、うん、入れて最後これが出来上がりですね、うん、あの昆布がとろろ昆布がたっぷり乗っていますけれども、なのでもう、まあ、下ごしらえ自体も3分から5分ぐらいで終わりますし、うんうん、朝の作業としては1分もかからない。そうですね、そうなんですよ。しかもどの工程も子どもと一緒にできるのがすごくありがたいですね。今日私あのパンを切り
込み入れて、そこにきゅうり挟んで、チーズ挟んで、ハム挟んで、ちょっとなんかサンドイッチみたいなのを作ったんですけど、子供も手伝いたいって言ってくれたんですけど、パン切るとぐちゃぐちゃになっちゃうし、なんかね、あのチーズもこう うまくめくれなかったりするチーズ、それを朝やる余裕はなかなかね、そうなんですよ、なんか手伝わせてあげたいんだけど、何手伝ってもらおうっていうのをちょっと一旦思考停止して、みたいな、牛乳運んでもらっていいみたいな満足いかないんですよねもっとやりたいってなっちゃいますよね。そうそうそう、これだったらね、うちのその5歳の息子とかはしっかりできそうだなと思いました。ぜひぜひ小野さんも試していただけないでしょうか、はい、あの簡単なのでぜひ試してみたいと思います。ありがとうございます。はい、さあ以上、ズボラなぐらいがちょうどいい藤田ユーミンの時短家事教室でした。ユーミンさん、ありがとうございました。また来月も楽しみにしています。